中国記者イギリスで一時拘束、学生平手打ちすごい見出しですね、そして2本目、ファン・ビンビンさん、ハリウッドにも進出した女優さんですよね、4か月ぶりに消息が判明というね、まずはあの、一番目の,あのイギリスでのイギ、えー、リスで、まあえー、保守と大会でね、香港の学生,、えー、学生たちが自分たちを主張する、はいえー、この中国の中央テレビ局の女性記者ですよ。えー まあそれでまあ反対するならばいいですよ、相手のことをうつきとか罵倒した上ですよ、それ退場を求められるいと、相手が学生に対して平手打ちやるんですよ、堂々と。正直ね、このニュース見て、僕はまあ日本に来てよかったと思いますよ、万が一で中国に行って、そのままそんな女性と結婚したら俺が一生が大変ですよ、何回殴られるか、それは冗談ですよ。それねに して中央テレビ局の一記者でもイギリスの保守党大会でもう傍着無事何にふうに構わず人を罵倒したり殴ったりねもう平気でやるんですよ要するに何が一体かというと別にこの女性記者だけの問題じゃない中国はこの,この20年間にす 10年か20年間、何か国力が増大して、何か傲慢になっちゃうんです。だ自分たちはすでにね、もう世界のあるやりたい放題ということで、しかも暴力が辞さないんですわな。まあ、要するに何か言いたいからね、この女性記者の姿にね、私はまんまと見た昔の公衛兵そのものですよ。あの暴力、すべて暴力で対処する。それ自分たちの主張が受け入れてくれないと、暴力を振る舞う。要するに 公衛兵の DNA は今でも健在です。さらにびっくりしたことはね、このニュースでも書いてるんですよね。在英国の中国大使館ですよ。自分たちの国の記者が暴力を振る舞ったことに対して、本音ならば中国の大使館、謝罪しなければならない立場でしょ。逆ですよ、中国の大使館が相手の主催者側に対して謝罪を求めるんですよ。 国側,側が相手に対して謝罪を求める。<laughs> <ー>いや、そういうやり方ね、<ー>もうこれ一、記者の問題じゃなくて、<ー>これを超えて何か言体たいかというと、<ー>今の中国ではっきりと言っても完全に野蛮国家ですよ。<ー>そういう意味で、あのな,らあのならずもの国家と,と言っても何も過言ではない。<ー>いやというのはね、実はあとでは、まあ、<ー>時間があれば、また<ー>あの米中、 貿易戦争の話も、うん、実は米中貿易戦争の背後にもそれあるんです、うん、昔もアメリカも国際社会も中国の近代化を支援する、うん、経済成長を応援する、えー、中国は経済成長して繁栄すれば、はい、あの中産階級が増えてみんなね人々が穏やかになって国際社会の共通したそういう理念、うん、価値観を受け入れて,受け入れてそうう中国がいい国になるしかし逆ですよ 経済が成長すればするほど、軍事力が増大す,る、えー、すればするほど、そういうような野蛮国家にねますますなりきるんですわな、<ー>女性記者も女性記者、うん、そういうものになっちゃう、うん、中部大使館も全くね、もう7つもの国家の体制ですよ。 この女性記者が帰国されると中国国民からね英雄のように歓迎されるんですよ。褒めたたえるんです。あの雰囲気見たらですよもし少年の歴史からねあの雰囲気を描くならばねおそらくナチス、ヒトラー登場した当時のナチドイツの,ねあの心の雰囲気とおそらく何の変わりもない。要するるに全て力で抑えつける それで自分たちの価値観を相手に押し付ける相手が聞かなければ暴力を振るっても構わないそういう国になっちゃうんですよいやそこはねこれ小さいニュースですからねこの小さいニュースからくれくれも今中国中華人民共和国という 国の本性はね、えー、みんなちゃんと認識しなければない。要するに核兵器と爆弾の軍事力を持った世界一のファシズム的野蛮国家である本質で、ね、えー、この小さいニュースにね、十分現れていますよ。信じられる中国大使館が相手に謝罪を求めるんですよ。えー、自分たちのところの記者が暴力を振るったのにな、えー、そんなありえない話が今ありうるんです 要するに中国は自分たちの野蛮国家の論理を、ね、世界中に広げるんです。うん、だからもし万が一ね、だから今僕はトランプを応援しているのはこれですよ。えー、今のうちね、このような中国を叩き潰しておかなければ、あと20年後ね、そのまま中国だったらですよ、われわれ全員ね平、平手打ちが、まあ、軽い方ですよ。われわれ全員が打ち、えー、首ですよ。そういうような国になっちゃったことが、えまず じゃあどうしてそうなったかというと、要するに今の習近平体制は全く中国、これ、中国一応、東小平の改革開放などで、いいでみんな幻想を抱いたんです中国はこれで文明国家になるじゃないか。しかし気がついたら、ですよ全くマウダコト時代の、公衛兵時代の、ああいう野蛮的なね政治、野蛮的考え方、野蛮的行動原理に完全に戻っちゃったんですよね。 うん、まず、えー、一番上、はい、一つ目の、ねうん、ニュース、まあ、次ね、えーあの、ファン・ビンビンの話ですからね。はいはい まあとにかくね、<laughs> 50億近くあれほどね<や>あの、要するに絞り立てられたんです。じゃあ、その背後に何があるかというとね、えー、実は習近平政権ができてからね、えー、今までの5、6年間ね、まず共産党到来の幹部たちの腐敗を摘発する。摘発することによって、一つが庶民たちの心をつかむんです。えーまあ、ガス抜きですよ、ね、そうそう、ガス抜き。 財産を募集することで国家の財政もこれなりにね、うん、あの豊かになっちゃった。うんはい、しかし腐敗的はずれ、ね、さすかねそれ以上ね大掛かり的にね、うん、それ以上大規模的に展開していく。共産幹部とか一りやっちゃったやっちゃったんですよ、うん、さらにやっていけばですよ、もう共産党幹部ってみ,みんな捕まるんですから。だから一旦あの要するに、党内の腐敗的はずが。うんまあ 一段とね、まあ、収束した、えー、そうなると次の妥協をどこに絞る,、うん、絞るかというと金持ちだけです。だからファン・ビンビンの事件はね、うん、要するに一つの何か信号ですよ。うん、要するに次の中共産党、習近平主席のやる方向が今回腐敗幹部の摘発一段と終わると今回妥協を金持ちたちにあの絞ってそれ彼たちをやっつけて彼たちから 絞り立てるんです。そうなると当然、例えばファン・ビン・ビンのような大富豪が、そういう形でね、大金の支払いを命じられると、まず、庶民が喜ぶんです。それで、習近平の懐も豊かになる。要するに、一石二鳥です。これからね、実は最近経営者に関しても、ファン・ビン・ビンだけじゃなくて、いろんな変な動きあるでしょ。アリババのバウン、ジャック・バウン、ジャック・バウン、54歳で引退する。どうして引退するかというと。 ある人が賢いですよ。今のうちに引退しなければ。全部ね。いつ、いずれか自分がやっつけなる本当に首が危ない。でも、あのね、ちょっと分かんないのはね、まあ、この前、たまたまちょっと別の番組で、関さんと一緒に出て、この問題、私やったんですよね。で、そのファンビンビン、関さんはファンビンビンには興味ないって言うけど、まあ、ゴシップ、私の方が詳しいかもね。ただね、そのファンビンビンの問題も、なかなかちょっと謎が多くて、これ最初に。 あの暴露した司会者っていうのがいるんですよね。テレビ司会者がそのファンビンビンはあのもっといっぱいお金をねあのもらってるよと要するに引用契約って言って陰と陽ですよ。陰と陽っていうのはどういうことかっていうと当局に対してはギャラこれだけですって申告してあるけど実際にはもっとたくさんもらってるというどうですかそういうことある？私に振らないでくださいよだって同じ芸能人だもでもさねでそれを暴露した司会者がいるんですけれども。 一体この人とファン・ビンビンさんはどんな関係なんだっていうこととかですね、えー、でファン・ビンビンさん最近、うん、あの婚約したんですよね、うん、でその婚約者も実はファン・ビンビンさんの消息を知らないとかっていうふうなことがコメントで出たりとか <laughs>、まあ、そういうゴシップはいろいろあるんです、えー、だけど今関さん言ったみたいに一つはその金持ちをやっつけるというガス抜き、はいうん、それと一方ではねこのやっぱり中国共産党って、えー モラルみたいいななことを言うじゃないですか要するにその若い人たちが例えばこういうそのハリウッドなんかにも出るねハンビンビン年収50億って言われてたんですよね。<ー>でまあ、もっとあるだろうなんても言われていて、えー、要するにそ,のそういうふうにこの人が金持ちで美しくてっていうふうなことになってくると、えーえー、若者がみんなこういう人にその入れ上げちゃう、えーえー、これはその道徳的に良くないってことを言うわけですよ。随分その道徳っっっててこと言言うじゃないい<や>その一方でさっきたたみたいにこう平手 でだから今ね、習近平が強調しつる道徳ね、結局、マウタクの時代に戻る。だから、江平時代ね、むしろ中共産党政権が意図的にファン・ビンビンのような存在を容認する、それを容認することで、若者たちに君たちも努力すれば、希望がね、持て、それでああいう金持ちにも君たちもなれる、その代わりに共産党政権に立てつくなっていうようなね、結構巧妙な統治術な 今、習近平が基本的にこの番組では何回言うんですアホですからね、ただ彼のやり方が何か言うとね、幹部たちを腐敗、摘発して、共産党幹部たちを敵に回す、今回、金持ちたちをやっつける、一見、庶民たちを喜ぶんですけど、しかしこれでね、経営者たち、みんな引退したり、あるいは逃げたり、そうなるとね、結果的に中国経済がますます沈んでしまう。 あれねファン・ビン・ビンがある意見で、ね、例えばファン・ビン・ビンを告発したの中央テレビ局の司会者で,しょ、ええ、ですか、ね、あれ絶対後ろに当局がある、にお前やれ、それが一つのファン・ビン・ビンがあまりにも有名ですから、ええ、ファン・ビン・ビンを一つ、地図で出してしまえば見せしめ、ええ、他の金持たちは分かった、みずからお金をね、ええ、政府に貢ぐという、本意気をしかしね、ねそんなことで、中国でことわざでね。 庭あの卵を取るのよね、鶏、うん、を殺す、うん、今、習近平はやってるのはこれですよ。うん、じゃあ、どうしてそこまでやるかというと、ね、うん、要するに最近、中国の経済事情が悪くなって、地方政府が大量の借金を抱える、うん、地方財,財政が成り立たない、中央、うん、財政も思惑りに,にはならない、うん、そうなると、最後のまあ一策として、彼持ちたちを豊富で、うん、彼たちのお金を奪って、それで何とかね、うん、まだ5年がし。し じゃあ、中国国連の金持ちをやっつけた後でじゃあで誰をほふるかというと外資企業ですよ。<ー>要するに結果的に、ね、そういうことを最後、パンでこれで中国の財政が5年、10年も続くか、しかし最後、ね、うん、もうリワトリは全部殺されてしまう。うん、ただ習近平、ね、そういう意味では、ねうん、ある意味では、ねうん、中国をもし誰が潰すならば。 赤兵なんかできないよ中国を潰すのが、今ね、習近平はね、確実に中国を潰してる、潰してる最中。自滅の道、自滅の道ね。誰も卵を産んでくれなくなあの米中貿易戦争もそうでしょ、本来ならば妥協すれば、何か拡大ね、防ぐことができる最後までアメリカと徹底抗戦する、結果的に今、もう半分の台北輸出は高い関税を課されてしまうんです。 いやじゃあ、何が言いたいかというとね、要するにすべて今、中国で、例えばあの金持ちだけ豊富でね、えー、あの国家財政を豊かにする、これは昔、共産党のやり方ですよ。そうですよね、村を攻めて、大体そこの村の地主みたいな、えー、村長みたいな人から全部引っ張らすって、こういうことですよね。 中立した後とも全国の資本家、主たちを何百,人、うん、何百万人を殺して財産を全部奪ってこれで中国共産党政権ね、ねあの文化大学までが持ったんですよ。うん、しかし、あの、奪った財産ね、いずれがもう全部消えてしまうんですか、うん、そうなると次のやることはもう文化大学名しかないですかただから。 要するにこのままではあと要するに5年10年は中国が文化大革命のような地獄に落ちる。金持ちたちがみんなつるし上げて知識人、財産あの募集されて中国共産党の中で中国のもう一度暴力的社会革命的なものをやってしまう。そうなると中国経済がまあ完全にね市場経済が終焉して。 あの要するに閉鎖的な、ね、昔、計画、経済の時代に戻る。うん、要するに、ああいう中国でもう一度、えー、あの道にね行ってしまう。いや、何が言いたいかというと、はい、また本の宣伝になる。<おー> <laughs> まさにこのタイトル。<laughs> <あ>アメリカの本気をそれは米中貿易戦争の話。<り>しかし、一番の問題は今、話しているの中国を自国へと導く習近平の狂気や。あらゆる政治、経済、今やっていることで、僕たち中国の歴史を分かっている人から見れば、時にはね悲しくて、時には嬉しくなる。悲しいのはやっぱりわ僕も中国出身でしょ。ええええ 自分の出身の国々の国民はもう一度またああいう暗黒時代を体験しなければ。じゃあうれしいわ、日本人としてうれしいよそんなことをやってし,しまえと中国は潰れぬよ。はい、たださっさと中国を潰,潰せというね、うん習近平頑張れという,う逆に、そういう話もなんですから。しかし、この2つのニュースからね、ただニュース見るべこの虎ノ門ニュースが一番重要ですわ普段のニュース あの、普段のニュースを伝えるではなくて、はい、ニュースの背後にあるのは、今、中国で起きた大きな変化であり、それで中国の危険性であり、あとで、我々にとって一番注意しなければならない、最後がそういう体制ね、もうあのやっていけなくなって、もうやけくそ的にね、暴力的集団で侵略戦争を仕掛ける、そういうときと対象が、最後がこの強こ靭な、この狂気の人なは一番の。 危険性という話です。まあ、でもね、これはあれですよね。あの、まあ、ファンビンビン以外にね。えー、その、さっき言ったジャック、まあ、あの、はい、あの、まあ、アリババグループの中にある、アリペイというね。えー、あの、決済システム。ね、あれについて、その中央銀行が、えー、まあ、さらに、その。まあ、要するに、コントロール強化するとかですね。えーえー、あと。えー、っと、もう一人、あの、テンセントというね。 企業グループのこの人もポニーマーっていうまあちょっと洒落みたいな,なポニーってほら馬だからポニーマーっていうね名前を名乗ってるんですけどこれ2人のマーさんね。この2人は今 アアジアで一にを争う大金持ちですねですから中国で一番の成功者ですよ 2>, あ<ー>あの2人とも50代と40代の若手とも言えないけれども、えー、あの,油の乗ってる経営者ですねそしてテンセントというのは中国で唯一その許されていたメッセンジャーアプリ<ー>えと10億人ぐらい使用者がいるそれからその,、えー、とそのメッセンジャーアプリをというかね、えー、ここはねゲームでね売り上げをすごい伸ばしてるんですけど。えー あのー、17億時間だったかな、1日につないでる人がいると、このテンセントの、ね、アプリに、それぐらいの、だから独占だったんですよ、今まではですから当局はテンセントをどんどん、うん、あの太らしてたわけ、関計者がうまいこと言ったんだけど、豚はどんどん太らしてから食べるということでね、どんどんそうやって、例えばフェイスブックとかツイッターとかそういうの入れないでさ、競争相手なしでやらしてたのに、はい、こんなに大きくなっちゃったら、今度、テンセントを要するに、また締めにかかってるわけですよ。スケールがいい しかもね、経営者たちも彼たちはそういえば文句言えない、文句言えない理由が二つある、一<嗯>つが文句言ったら殺される、もう一つが自分たち大きくなったのは結局政権に取り入れて、<嗯>政権の保護で不だから、<嗯>だから政権が今回、この不当たった豚をほふるのも、だからパオが彼が賢いのは、自分を引退して財産が全部あの教育事業とか、要するに彼からすれば、どうせ自分の財産、いずれか奪われるのよ。 あ、奪われるよりも教育事業あった方がまた多少残るっていう。あ、ちなみにね、さっき大事なこと言忘れた。この本はビジネス者から今週発売。ぜひ皆さん、ぜひぜひお願いします。アメリカの本気を見誤り、中国を地獄へ導く習近平の狂気。ちょっと長いタイトルです。関さんの本は、要するに中国を潰していくという体質を中に持っているということをこの本が。 そういう国内でね、レポートをしてるという異色足りて礼節を知るっていう言葉はね中国から来た言葉の感じですけどねいやー、あれ見てびっくりした女性記者ですよケーキでピャーピャーやるよすごいですね怖いな俺が日本人女性の結婚してよかったなぁ改めてはい。